노르제 카운트 하시면서 꼬여매 0 3 2 1 GO! 全くわからない。ストレートで追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすりゃいい。京一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃ我れやんのか。こら殺すぞ。こら須藤と申します。こわー馬面はぎ。うわダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。そうか。変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことは、俺はなんだろう。リーダーバトルとか、エースの藤原に愛と期待を持ってきているし。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。薄々は感じてましたから。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があるからだし、全てを予定通りにコントロールができる。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまった。レールと車輪との接触面での摩擦が悪い。ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だからコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわやべえ、すげえな。気力あるぜ。当たりっぱなしでクリアだ。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上のウェイトハンドル。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件だ。そう今までのバトルとは違う。正反対の発想が勝利を変えた。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。いやマジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちは普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかった。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方だ。リスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいだろう。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンキレースがついていけないのか。ついつい行きやがって。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのこと。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。
あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。なんだよてめえはよ。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ。なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミの通過したのさ。40-50メートルの差らしいぜ。わからない。頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたらこのバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる。全部ボディ全体が伝わってくる。濡れたレールにくっついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスだ。せいぜい2回。詰められてる。こっちだけ頼りないグリップを探りながら目一杯やってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんだけど、藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。うっけー、なんだそれ。逆ドリフト。その通り。カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。どうすか、どう。何が何だかわかんねえけど、すげえラッキーだ。けど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターもダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら、凌介さんは。くる。この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣き所なんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。じゃないとすれば、一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。こっち
考えてる暇ない。わかんねえ、行くしかない。来ましたよ、池谷先輩。俺、消えた。うわのいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。2000が消えたの。ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。伝承灯を消し、闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。さっきになって相手が見えないのはあっちも同じだ。